ブエナスタルデス、アミゴス、どうも、PJLL のパハロンです。はい。今日はですね、勝敗予想をやっていきたいと思います。ザ・ニュービギニングシリーズ、2月の2日と3日で北海道の2連戦があるという形になってます。で、大体同時期にですね、今度はニュービギニングの US 大会、アメリカ大会も開かれてるんですが、アメリカ大会参加選手などはまだまだちょっと対戦カードもね、まだ発表されてないという状態なので、一体どんな選手が出てくるのかと、まあそちらの方の予想も楽しみだとは思うんですけれども、ぜひ皆さん今回の勝敗予想ね、やっていきたいと思います。で、ベルト戦に関わる試合をですね、すべて1試合ずつ、今回は勝敗予想をしていくという形になっております。まずは今回は、2月の3日ですね、 IWGP ジュニアタッグ選手権試合、高木武士組対デスペラード金丸組、まあ、ロスインゴベルナブレスデハポンと鈴木軍の構想というのが今回のこの北海道2連戦で行われるという形になっておりますが、まあ、ここはね、もともといろんな因縁がありましてみたいな、 1.4 の東京ドーム大会でこの高木武士組と、金丸デスペラード組、そして翔陽の六本木 3K とこの3チームで3ウェイを行ったんですよね。で、当時のチャンピオンはデスペラード金丸組だったんですけれども、その 1.4 の試合では高木武士組が、翔陽組からフォールを取ってですね、勝利してチャンピオンになるという形になっていたので、まあ、もともとチャンピオンチームであったデスペラード金丸組からフォールを取ったわけじゃないから、俺たちまだまだ納得いってないよというような形で今回の試合になっていると、まあ、全てはこの鈴木軍対ロスインゴのこの北海道での構想における、まあ、前段階の状態が、まあ、1.4 だったんだなというような感じになっているというところですね。うん、まあ、そうですね、ここなんですけど、まあ、この後の展開ね、を考えたときに、どのチームが取った方がいいのかっていうのが、まあ、一つポイントにはまあなってくるのかなというふうに思ってるんですよね。で、まあそうですね、まずはその試合予想ね、勝敗予想の部分を発表したいと思います。2019年2月3日 IWGP ジュニアタッグ選手権試合、勝利するのは高木武士組です。はい、まあ、こちらの方ですね、高木武士組勝利予想というふうにさせていただきたいと思うんですけれども、まあ、これね、ちょいちょい前の動画とかでも言ってましたけど、まあ、一つの理由としてはですね、デスペラードさんですね、エル・デスペラード選手、まあ、もうマイクパフォーマンスも素晴らしいエル・デスペラード選手、まあ、こちらのこのデスペラード選手をですね、正直タッグのままにしておくのは正直もったいないのかなというふうに思ってるんですね。で、デスペラード選手シングル戦線に、ジュニアのシングル戦線に行っていただきたいなというふうに思っています。はい。で、今シングルチャンピオンが、まあ、石森さんですね、石森泰治選手になってるんですが、まあ、これもちょっとあんまり話しすぎるとこの後のこの勝敗予想にも響くんで、まああれなんですけど、まあデスペラード選手ですね、まあ、シングル戦線に行くことによって、まあ、誰とでもまあ絡めると思うんですよ。鈴木軍だから何とでも言えると思いますんで何とでもありかなというふうに思ってます。で、そしてまあドラゴンリー選手、ファンタスティカマニアで、まあ、出てたんですけど、まあ、デスペラード選手は以前からですね、ツイッターとかでもね、ドラゴンリーとシングルやってやるよみたいなことを言ってたので、まあ、もし今後そのドラゴンリー選手が ROH と契約して新日本プロレスに非常に上がる機会が増えますよということになってくると、まあ、ジュニア戦線に当然ね、絡んでくると思うので、
まあ、そこでデスペラード選手との因縁もありますから、まあ非常にストーリー作りやすいのかなという感じもしてます。で、対するその高木節組っていうのは、ファンタスティカマニアの中でもその商用の六本木 3K と、まあ、常にずっと試合が組まれてきたわけですね。で、その風神雷神の状態の時に、まあ、商用六本木 3K のことなんですけど、風神雷神の時にこの高木節組は負けてるんですよね、うん、なので、まあ、ここで作った因縁をまたもう一度とタッグ戦線ではやってくるのではないかということで、まあ、高木節組が勝った後は、まあ、商用の六本木 3K が出てくるんじゃないですかという感じがしてますね、うん、だからジュニアタッグはね、だいたいそこら辺までこの3チームで引っ張っていくんじゃないかなという気がしてます。で、その後に、まあ、ジュニアタッグ戦線には新しいストーリーを作っていくという流れかなという感じはしてますのでね。なので勝敗予想で言うと、やっぱ高木節組っていうあたりなのかなという感じがしてます。はい。で、金丸選手が、まあ、そうなるとちょっとね、一人余る感じにはなるんですけど、まあ、ここはね、例えばまた飯塚さんの引退とも絡んで、鈴木軍に例えば新しい、選手を入れてもいいだろうし、まあ、高道の選手と金丸選手でタッグを組んでも、非常にテクニカルなチームになって面白いかもしれないしっていう、まあ、いろんな可能性はね、残されてる状態なので、まあ、とにかくデスペラードさんをシングル戦線に連れてってもらいたいなと、挙げていただきたいなと。で、マイクパフォーマンスはね、もう本当にね、煽り VTR 作るときも絶対助かると思うんですよ。ね、パンチの効いた言葉をね、しっかり残して、いきますから、もう絶対煽り VTR とかでもね、非常にね、生きると思うので、これで早めにデスペラード選手はシングル戦線に行っていただきたいなと。ね、で、そしたらドラゴンリーとデスペラード選手でシングル戦線いろいろやってる間に、例えば高橋宏夢が帰ってくるっていうことになれば、まあ、またそこで新しいストーリー作れるだろうし、まあ、例えば最初高橋宏夢選手帰ってくるけど、まあ、最初の状態は例えば今度はね、また高木選手をヘビーに上げて武士選手とのタッグを組ませてとか、まあ、いろいろやることはねできると思うので、うん、なので、まあ、今回のこのジュニアタッグに関しては、まあ、デスペさんのシングル戦線行きで武士高木組と商用の六本木 3K 組との因縁がまだありますねというところを考慮して、まあ、高木節組という感じなのかなというところで思っております。はい。じゃあ皆さんはね、一体どんな勝利予想をしているのか、ぜひコメント欄の方に書いて教えていただきたいなというふうに思います。はい。そしてこのチャンネル登録と高評価ぜひよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次の勝敗予想でお会いしましょう。アスタルエゴアディオス。